1963年に生産されたクライスラー、ターバインのエンジンクライスラーのタービンエンジンはクライスラーによって開発された一連の自動車用ガスタービンである。設計に入るまでの研究と機能するタービンエンジンの製造はアメリカが第二次世界大戦に参戦する前から開始され、1954年に初めて実験とエンジンの運転試験が行われた。研究技術者たちは 挑戦的であるにもかかわらず実現すると楽観視していた。さらに新たな耐熱材料の開発が必要でまだ、当時の自動車に相当する車体の経費を維持するためには、まだ十分廉価ではなかった。タービンエンジンによってもたらされる恩恵は整備の低減、長寿命のエンジン、潜在的な大規模開発、およそ80%の部品点数の削減が、 クライスラーの技術者たちによって予想された。調整の必要性はほぼなくなり低温での指導の、困難や暖気、不凍液も不要になり、陶器の暖房も即座に可能で突然加熱で、エンジンが停止することもなく、エンジン振動、オイルの消費は減り、エンジン重量が減り、排気ガスは冷たく汚染物質が減り、最も重要なことはガソリンを代替する。 多種多様な燃料を燃焼することが可能であることだった。1954年にクライスラー社の試験場で車載用タービンの試験に成功した。1956年にタービンエンジンを搭載した車両で長距離の走行に成功した。さらに技術者が作業を進めて燃費を向上して出力を増強した第二世代ができた。1961年に 第3世代のエンジンが1962年式、ダッチダートに搭載され、ニューヨークからロサンゼルスまで雪荒らし、雨、強風の中を抜けて、運転に成功した。第4世代のエンジンは1963年に、クライスラーターバインに搭載された。このエンジンは所有者の説明書によると、最大 44,500rpm で回転して、軽油、無煙ガソリン、灯油。 JP-4 ジェット燃料と植物油で運転できた。エンジンは多様な燃料で走る特性を有しており、クライスラーはタービンはピーナッツ油からシャネルナンバー5まで燃料に使用できると主張した。メキシコ大統領はテキーラでクライスラー社の技術者たちの懸念をよそに最初の自動車の1台を成功裏に運転した。空気。 燃料調整が不要で燃料の種類を切り替えることができて、どの燃料が使用されたかは排気の匂いが唯一の証拠だった。タービンは単純な平らじ受け場で振動を伴わずに回転した。単純性ゆえに長寿命が期待でき、エンジンオイルが入ることによる未燃物汚染がなく、オイル交換も不要であると考えられた。1963年にタービンエンジンは、 出力130ブレーキ割り機で一時的な回転力は425パウンドフォースヒートで気温が低く高密度であれば加速が速く気温下し85度での0から60マイルパーアワーまでは12秒だった多くの稼働部品や液体冷却装置をなくしたので整備が容易で排気には一酸化炭素未燃焼炭素や未燃焼の炭化水素がほとんど含まれなかった それにもかかわらず、タービンが生成する窒素酸化物とそれらの限界は開発中の問題だった。出力タービンはトルクコンバーターを介さずに原則歯車のみを介して緩やかに改良されたトークフライト自動変速機に接続された。ガス発生機とフリー出力タービンの間の燃焼ガスはトルクコンバーターと同様の機能をもたらしたが通常の作動流体を使用しなかった。 二台の熱回収機で排気ガスの熱で吸気を加熱することで大幅に燃費を向上した。可変式性欲は最高回転速度を向上して減速時のエンジンブレーキをもたらした。出力応答性の遅延と断気中の排気温度が1、とにクライスラーはこれらの問題に関して取り組んだ。加速の遅延は固有の問題で燃料消費は多かった。加速はあらかじめタービンの回転速度を上げてから、 ブレーキを外すと速くなった。タービン自動車は同様にステンレス製の排気装置を備え断面は平坦だった。これは他の車両に損傷を与えないように排気を拡散させて冷却する目的だった。燃焼機またはバーナーは原理的に近代的なターボジェットエンジンと同じ規格だった。単反転流式キャニスターにより点火のための点火線をなくした。 さらに開発が進んで、アニュラ型燃焼機と第二出力タービンを備えることで、より経済性が高まった。変速機は、中立の代わりにアイドルの位置を備えた。利用者の試験期間が終了後、クライスラーは、すべての車両を回収して大半は破壊していくつかは、博物館に寄贈した。クライスラーのタービンエンジン計画は、クライスラータービン自動車で終わらなかった。 1966年式ダッチチャージャーの新しいクーペの車体が新たな第4世代のタービンエンジンのために検討された。しかしながら、クライスラーは最終的にアメリカの窒素酸化物の規制に適合する第6世代のガスタービンエンジンの開発を進め、1966年式ダッチクロネットに搭載したが、販売はされなかった。 アメリカ合衆国環境保護庁より開発の予算を与えられ、小型で軽量の第7世代エンジンが1970年代初頭に生産され、1977年に量産化の前哨として、専用の車体のクライズラー・アーレバロンが製造された。しかし、1978年に経営が大幅に悪化したことにより、新たに CEO に就任したアイア国家は、 破産を避けるためにアメリカ政府の債務保障を必要とした。1978年のアメリカ政府の取引条件は、クライスラーの規模の自動車会社にはガスタービンエンジンの計画はリスクが高すぎるとして撤退することを条件に入れた。クライスラーのタービンエンジンは市販の自動車には搭載されなかったものの、実験の成果は1970年代今つに、 クライスラーディフェンスの開発した M1 エブラムス、主力戦車のハネウェル AGT1500 に取り入れられた。ありがとうございます。